スラマッパディフィアマラン大助ボタックチャンネル。ハローガーイス、手間手間、アクラギアダディ、アットホームカフェ、秋葉原、手間手間、タウメイドカフェ、シニ、サク、ビジャパン、カロギプ、クサトゥ、ディズニア、カルナ、メイドカフェニャ、ジャパンが、ダリスカラ、アクマス、ドゥルスクトゥル様、メイドさん、メイドさんニャ、チャンティク、チャンティク、チャンティク、かわいい、かわいい、かわいい、バンガン、オッケー、テリコンテンカリーに、アクムープルクナルカ、アットホームカフェ、オッケー、手間手間、で、ちょばーワクワク OK! レッツゴー帰りなさいませご主人様の時立てです帰りなさいませご主人様ただいま帰りなさいませ、はい、お願いいたしますはいいただきました、はい、では改めまして帰りなさいませご主人様ただいま本日お迎えを担当させていただきますプレミアムメイドのゆりかとプレミアムメイドの鹿島ですよろしくお願いしますよろしくお願いします主人様本日大変お久しぶりの作ですよねそうですね、高畑が来ましたはい、はい、待ってましたはい、お久しぶりです、はい、そんなご主人様がご不在の間になんと、じゃじゃーんご主人様宛にお手紙が届いておりますお手紙今から読ませていただいてもよろしいですか、はい、大丈夫です、はい、ご主人様、あなたは日頃からご主人様として素敵に日々を過ごされ他のご主人様の模範であると認定されましたいやその功績をたたえ、ご主人様認定証ブロングカードを贈呈いたします。なんと、ご主人様協会からのお手紙でした。わーい、ご主人様協会アッパー、アタピースなんや。というわけで、こちらの、じゃじゃーん。ご主人様認定証が贈呈されます。わー、ありがとうございます。裏にですね、ご主人様のお名前を書かせていただきたいんですけれども、はい、私たちメイドに呼ばれたい何か、もやもやなお名前がありましたら、ぜひ教えてください。ですね、じゃあ、ボタック、B、O、T、A、K です。これでボタックです。はい、かしこまりました。お願いしますよ何が由来でお名前付けられてるんですかボタックっていうのは、はい、ハゲって意味ですショートカットですか嬉しいワロープンアクボタックムムジムムジやあボタックレンクレンクレンギトゥアクスナスカリーアルハムドゥリラークジャディボタックマンタックボタック様ご主人様はきっとこちらのメニューの中身を忘れてしまっていると思いますので、はい、今からご説明をさせていただきますお願いします、はい、まずじゃじゃんおすすめなのがナイフにシャカシャカミックスジュースでございますこちらメイドが目の前でモエモエな言葉を言いながらでは続きましてこちらのページにありますお飲み物は私たちが目の前でお呼吸をさせていただきます、うん、何を書くのご主人様にいただけますので、みんな動物さんとかアニメのキャラクターとか考えておいてくださいわかりました、はい、他にもアイチュドリンク、アチュアチュドリンクご用意しております続きまして、お食事のメニューですね、はい、こちらのピヨピヨピヨひよこさんライスもですね主人様の目の前でネイルのケチャップを使って可愛くお絵描きさせていただきます嬉しいそして、もう一度ピックカレーなんですけれども一緒に呪文を唱えていただきますとなんとカレーがピンクに染まっちゃうというとえぇ、本当にこちらもフラフルテイドッグというメニューなんですけれども、はい、ピンクのモレモレなパンで主人様も思わず笑顔になってしまうとてもカラフルなメニューでございます本当だそしてじゃんみんな大好きデザートのメニューでございますわかわいいデザートにはウニュスカーリースプリティカム私の一番のおすすめがこちらのお嬢様サンデーのゴッチャマサンデーでございます、うんうんうん、こちらのサンデーもですね特別
別な魔法がかけられておりまして、私たちメイドみんな永遠の15歳なんですけれども、こちらのサンデーご主人様一口お召し上がりいただきますと、なんとご主人様も永遠の17歳になっちゃうかもしれない。嘘でしょー。ランブトジがトゥンブやむきん。そうなんですよ。なんとぜひ試してみてください、はい。そしてお次もデザートのメニューでございます。かわいい。こちらのメイドのリボン花注射ケーキは、このメイドの象徴である花注射に可愛く添えられた本物のケーキでございます。かわいい。こちらもですね、ご主人様の目の前でボタクご主人様というふうにお名前をバレットソースでお書きいたします。なるほど。はい。そして最後がアミューズメントのメニューでございます。今お給仕しているメイドとボタクご主人様一緒にですね、萌え萌えなお写真をお撮りすることができます。それぞれ1枚のお写真になるので、ご主人様いつでもどこでも萌え萌えチャージができちゃいますので、ぜひ、はい、おすすめです。さあ、ご注文がお決まりになりましたら、こちらのベルでメイドをお呼びください。わかりました。ゆっくりどうぞ。ありがとうございます。アクマオクさんにはアパヤ。失礼いたします。はい、お待たせいたしました。これはモエモーターをお持ちいたしました。はい、こちらのモエモーターですね、このホームカフェの地下深くから湧き出たモエの泉から汲み上げた特別なお水でございます。すごい水だ。こちらも一口飲んでいただきますと、ご主人様もモエモエになっちゃうので飲み干しちゃってください。はい、いただきます。すごい。もえもえ、美味しいですね。本当ですか？なんかレモン風味の味がするそうですね。きっともえの味ですね。なるほど、ありがとうございます。では、お食事。あ、なんでもないです。なんでもないです。はい、なんでもないです。失礼いたしました。はい。でアクウサンミヌマンニャアイチキャラメルラテや。すぐるくん、どっちがいいと思う？これかこれで悩んでんじゃん。俺そっちかな。こっち？うん。でもこっち絵描いてもらえるよ。絵描いてくれるの？おう。じゃあ、そっちだね。こっちだな、やっぱりな。じゃあ、食後のデザート。お嬢ちゃまサンデー。じゃあ、ピニジュガー。びっくり。生アクや。オッケー。アクウサンや。あー、出るよ、やー。すいません、メニューの方決まりました。はい、はい、本日のメニューをお伺いいたします。はい。お願いします。はい、ごめんなさい。こちら肌身離さず持っていてください。はい、わかりました。失礼いたします。失礼します。なのでご主人様のこといっぱい知りたいなと思ってお話ししに来ちゃいました。はい、そう。僕普段ジャカルタで仕事をしてて。ジャカルタには何年くらい今いらっしゃるんですか？もう6年住んでます。長いですね、6年。そうなんですよ。僕の言葉話したのに、すごい感動してました。本当ですか？はい、よかったら、今からちょっとインドネシア語喋ってもらえますか？嬉しいです。アパカバールスモアニャー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 。アクチンタカムー。アヨーダタンクアットホームカフェ。大好きベレゴー。大好きボタン。大好きボハーマー。スグルジャイアン。スグルジャイアン。違う。ジャイアンじゃないわ。飲み物の準備ができますのでお越しいたしますね。失礼いたします。はい。失礼いたしました。はい。ラテです。では今から鹿島がボタクご主人様のためにラテにお絵描きをさせていただきたいんですが、何か描いてほしいものを。何でもいいんですか？本当に何でも頑張ります。僕の顔をお願いします。あ、顔面ですか？はい、お願いします。描けるかな？絵上手なんですよ。そうなんですか？ご主人様のために愛情を込めてお描きしますね。はい。頭の形ちょっとボコボコしてしまう。チャームポイントですか？チャームポイントです。見てー。今なってますか？ミルク感？噛むジャゴや。あ、伝わらないか。すごく絵が上手ですね。嬉しい。嬉しい。ご主人様に褒めていただいて幸せです。ありがとうございます。はい。おでこに。おでこに。今からアイコメというおまじないを一緒にしていただいて、はい、もっともっと美味しくしちゃおうと思います。美味しくしてください。はい、このようにハートマークを作ってください。こちらを左右にモエ
らした後に、お飲み物に向かってキューンってたっぷりもう一度愛情を注ぎたいと思います。はい、それではいきます。はい、せーの、萌え萌えキューン。それでは今ね、萌えと愛情たっぷり注いだので、逃げないうちにお召し上がりくださいませ。慌てん坊さんですね。ごめんなさい。3月へなくかりばんがティンギッティンゴーえーなくばんがラサニャマンニースダンスガルジュガーアパラギーアダカラメルカラメルニャおールビーマンニースはやさんもお食事とデザートも妖精さんが一生懸命作っておりますので、もうちょっと待っててください。はい、ラサニャエンナクスカリアアパラギーミニンベルサナルわーおはいお子さんのエスでございます。はい、はい、こちらもふわふわの卵をパカッと開いて今から追いかけをさせていただきたいんですけれども、はい、何か書いてほしいもののリクエストございますか？キティちゃんとかできますか？キティちゃんぜひ書かせてください。キティちゃん大好きです。あーかわいい。あなたたちみたいにかわいいですよね。嬉しい。やったー。キティちゃん書かせていただきます。はい、真剣なのでなんか無言になっちゃいましたよ。アットホームカフェって日本でナンバーワンですよね。あ、そうですね。やっぱり嬉しい。ありがとうございます。すごいな。アットホームカフェは結構もう歴史もね、今年17もうついたら20年ぐらいとかなっちゃう。そうなんですよ。はい、すごいな。キティちゃんに見えますか？いや、キティちゃんに見える。かわいい。あ、よかった。はい、できました。わー、キティちゃんです。完成しました。めちゃめちゃ可愛くない？オッケー、じゃあもう早く食べたい。早く食べたい。いただきます。いただきます。もっともっと美味しくするために一緒に愛情を込めましょう。え、そんなことできるんですか？はい、できます。せっかくなので、さっきとは違うバージョンで愛情を込めたいと思います。はい、せーの。もえバッチリです。やったー。オッケー。じゃあいただきます。ミスミラ、ヒロマ、ミロ、ピン。うん、やっぱりラサニアちょちょジューシー、もう満タン美味しいです。あー、よかったです。ガードの準備もしてまいりますので、失礼いたします。はい、失礼いたします。はい、わーハートもいただける。わー見てこれ、カムカムキューン。やったー。これを食べたら僕は17歳になれるんですね。じゃあいただきます。あー、えなつかり、魔法のおかげでもっと美味しくなったんですね。うん、つぐるくんどう？入ってきた？入ってない、入ってない。胃に生にゃメイドのリボンカチューシャケーキ。胃にジュガーラサニャマーニース。おいしいです。ありがとうございます。お菓子の準備をしてまいりますので、後ほどお呼びしますね。はい、楽しみに待ってください。はい、失礼いたします。はい、失礼いたします。写真撮影でお待ちのオタク会員様、準備ができました。ステージまでお越しください。はい、はい、それではお撮りします。萌え萌えキュン、バッチリです。はい、バッチリです。はい、お撮りします。萌え萌えキュン、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でもお写真いただいて、お受付をしてお席までお待ちいたしますので、はい、もう少々お待ちください。はい、やったー。はーい。あ、でもお席で、あ、お席で大丈夫ですよ。はい、わかりました。じゃあねー。失礼いたします。うん、お写真が完成しました。やったー。
リカちゃんのバージョン、これかわいい、はい、このメールフォームも受け取ってください。あ、わーすごい顔写真付き、ユリカちゃんかわいい、ウニョーちゃんテイク、はい、わーかわいい、すごいかわいいな、これカシマちゃんですね、ボタクだね、うん、私もこのメールカードを一緒にお渡し、わっかわいい、やったー、ゲットしました、ゆりかちゃんとカシマちゃんありがとう。わ、後ろに書いてある、文字の量がカシマちゃんから多いね、でも愛情はこもってます、愛情はみんなこもってるもんね、はい、ご主人様にもう一つお土産がございます。え、お土産、萌えばしです。わー、萌えばし、海外からいつもご帰宅してくださる方にはこうやって萌えばしを仕上げてお渡ししております。はい、ありがとうございます。萌えばしいただきました、やった。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はありがとうございました。魔法が溶けちゃうんですか？あ、触れないんですか？そうなんです。あ、メイドカフェにゃ、ンガボレペガン、メイドさん、ジャンガルパアトランイニア。わかりました、すみません。そろそろお出かけの時間になってしまいました。寂しい、はい、お出かけの準備をさせていただきます。はい、オッケー、アクプランや、ツリー、タピ、アパボレボア、アク、ハルスプランク、ジャカルタ、うん、ありがとう。萌え萌えの時間過ごせましたか？萌え萌えの時間を過ごせました。ありがとうございます。はい。あ、アクスディア。スディ様のお出かけです。いらっしゃいませ、ご主人様。行ってきます。最後カメラにも手振ってあげてください。いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。やめろ、ブンダクルアールアットホームカフェ、生にはアットホームカフェか、いやブナールアットホームや、ジャディカリアン、カロー、トラベリングジャパン、ダタンク、アットホームカフェ、秋葉原、メイドさんじがスーモアチャンティック、アパラギ、バイクバイクスカリ、オッケー、コンテンカリにする際カローフィギュアにバグス、ライク、ダン、サブスクライブ、ダアクプニャ、インスタグラムだって言ってもジュバー、フォローや、ダダー。今回ありがとうございました。はい、これ忘れないでください。忘れないでください。あ、すみません。そうですよね。あ、ごめんなさい。アクルパオレオレ、うん、ハルスパワークインドネシアや、うん、ありがとうございました。じゃあね。